ってもらえるといいかな、うん、何に気づき、何が見え、何を感じて、どうしたいと思ってるか人間を理解するってすごい大事で、自分を理解すると人間が理解できるから、なんかこういうの聞くと、ああっていろんなこと分かると思うんですね。自分のことに関しても分かるし、どっちに関しても分かってもいい、自分のこと分かるようになってるから、ちょっと何が分かったかっていうか、何が見えたかもしれない。いいよ、達郎。すいません、なんとも僕今のセッションすごく印象的で、種類とか多分全然違うところもたくさんあると思うんですけど、そのいわゆるいい人とか世間受けする人とか、まあ、危険じゃない存在っていう仮面を作ってきたっていうことに関して、まあ、すごく共感する部分があって、僕もまあそういうふうにすごくしてきて、僕の場合今でもすごくあるんですけど、父親の存在がもともとでかくて、そのパワーを発揮するってことに対する恐れがすごくあって、もともとは結構なんかバーって言うタイプだし、なんかズバズバなんか言っちゃうような感じの人間なんですけど、なんかそれをすると人を傷つけるっていう場面を、まあ、ずっと見てきたりとか、なんかそういうメンタルモデルで情報を取り入れてきてて、で、まあ、今日もこのワークショップで、まあ、すごく印象的だったんですけど、話聞きながらその不快を感じるところに自分のモデルがあるっていうのもそうですけど、結構ズバズバ言うじゃないですか、で結構ズバズバ言うよ、すごいこれ傷つく人いないのかなとか大丈夫なのかなとか、すごいハラハラ不安になって、でもそれってなんか自分の思い込みっていうかモデルだなっていうか、パワーを発揮、そう思ってるから自分がパワーを発揮しないんだなとか、なんかそのそういうのがあって、男性性的な力の象徴的な部分をすごくなんか嫌悪しがちというか、まあ、嫌悪までいかなくても力の行使だよね。力の行使です。はい。もう本当にその通りで、もう結構高圧的なタイプなんですよ。もうみんな知らないんで、初めてなんでみんな知らないと思うんですけど、すごく高圧的なタイプで、わーって感じの人なんですけど、なんかすごいふんわりした、なんか優しい性格感を結構作ってきた人なので、そうなるよね。でもそうなるとね、自分の本当の源使えなくなるんだよね。それをもっと自分が高圧的で攻撃的なパワーがあるっていう人は、それとちゃんと 100% つながった上で人とつながっていく努力をしないと、これだと傷つけるから 30% に抑えて 20% に抑えて人とつながろうってすると、もうもはやその後 20% が 100% だって勘違いして出し方が分かんなくなっちゃうから、 100% をちゃんと 100% で出せる環境を自分でとか仲間はやっぱいないと、本当はそれを両親がしてくれるんだよ。だから両親も成熟してないから、結局外に探しに行ってセミナーとかこういう場所になっちゃうんだけど、なんかみんなも誰かの 100% をやっぱり受け入れていってほしいなと思うし、私もみんなの 100% を受け入れていきたいなと思ってるから、まず 100% から始めていきたいよねって今思うかな。 100% を作り出す前提は、自分の中で自分のあることがあっていいって思えるから、そうある、だからね、人間そのいい悪いを自分で超えなければ、こんなに力はやっぱ使えないんだよね。だって悪い、それが良くないことだ、例えばさ、さあちゃん見てて、さあちゃんのその振りは良くないよって私が少しでも思ってたら、もう絶対傷つけちゃうわけ、言葉によって。で、それは使ってる言葉じゃなくて、私のエネルギーなんだよね。で、そのエネルギーは傷、それがいいものだと思うようにしようみたいなので、もう太刀打ちで。
から結局はやっぱどこに自分が立ってそのエネルギーそのパワーを使ってるのかっていうことを自覚的に研ぎ澄ましていくプロセスしかないと思う、うんうんうん、でそうなったら恐れなくてよくなる。力に対して自分が恐れてるってことは恐れから使ってるからもうそこが、だから自分の力があっていいって、自分のパワーは無限大に神のようにあるんだっていうところを受け入れられないと怖くて使えない。恐れから使ってしまったとしても OK を出せるかっていう、そう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 、そう、で恐れから使っちゃったごめんって言う、それ超大変。そうそうそう、でも恐れから使っちゃう時ってあるじゃん。でそういう時は謝る、うん、ごめんなさい、ごめんって、そういうつもりじゃなかったのに、やっぱうっかり やっちゃったって、うん、そんなつもりじゃなかったんだけどって、やり直す、何回でも、うん、5分でしかないよね。さあちゃんのセッションを見て思ったんですが、ゆりです、はい、私はさあちゃんのこと大好きなんですね。でその理由はしたたかだからなんですでなんかそのしたたかなところをすごいさあちゃんのこと好きで仲良くさせてもらってるんですけど、あのセッションを見てたらそのあのさあちゃんの本当の本当の部分はお二人の言うこととか受け取りたいのに、でも怖い、受け取れない、でも受け取りたい、でも怖い怖い怖いっていうなんかすごい大相撲みたいなのを 見た気がして、であの なんかそのあのなんていうの、さあちゃんのその、 あの本当受け取りたいんだけど怖い怖いっていう叫びにすごい聞こえて、でそう思ってたんだけど、あの、うん、一つ思ったのはやっぱりそのまださあちゃんと私のあのつながりが甘かったなっていう、なんていうかさあちゃんのそのしたはさかさを信じる私の気持ちがまだあのさあちゃんに全然届いてなかったんだなとか、さあちゃんがあの本当に愛おしく感じたこのセッションの時間に、うん、であのなんだろう、あの変わ本当は変わりたくないんでしょみたいな、あの見た目そういう流れだったような気がしたんだけど、あの本当に怒ってたことはそうじゃなかったんじゃないかなってなんか受け取りました、私は。だからさあちゃん本当にありがとう、うん、本当、本当ですよね。本当は変えたくないでしょってのは消しかけてるの、うん、それを選択してほしいからなんかその匠の大勝負を見させていただいて力士みたいな、土俵際でしたなかなか負けないな、そばちゃんみたいなうん、でもなんかその、うん、姿を見たかったなっていう気持ちと、このセッションがやっぱでも大事なのは、うん、私が押し出したいっていうところに立つと、うん、もう終わりなの、このセッションは、うん、何も意味がなくなっちゃうから、うん、さあちゃんがどこにいたとしても、うん、そのさあちゃんであっていいし、それを選んでるんだねっていうことを、うん、どれぐらいやっぱり一緒に続けられるかすごい大事なんだよね。これを押してやるっていう風に私がなった瞬間にもう何もできないから、うん、このことは、うん、で、さあちゃん面白いでしょ、自分の本当の状態を見て愛してくれてる人たちがいるんですよ、本当は、うん、なのに自分はいやいやこの自分じゃないと愛されないんでしょって やってるんだよ、あの滑稽なことやるよね人間ってって思うわけですよ、うん、本当にそうなんだよね自分はなかなか見えないからね、そうね、だから仲間がいるんだからね、そうそうそう、なんかそう攻撃性もすごいあるし、したたかだしっていうのをなんか見ないようにしてたな、うん、悪いって思ってる自分がいたなって今話を聞いててすごい気づきました。いいじゃないですか、キラキラしたね、いいね、はい、ありがとうございます。はい、さわちゃんありがとうございます。あの声がすごく、あの最初お話し始めた時の声と今の声とも全然違うなって思いましたね。それと最初話してる時は本当になんかただキンキンあの頭に音が響いてくるだけだったのが、その最後そのマンションから飛び降りるっていうようなことを聞いたら、それがリアルにこうイメージとして出てきた。だからなんかやっぱりあの自分自身が変わっていくっていうことはどんな人もその相手の無意識に対しても知らない人に対しても何かこうメッセージを送ってるんだなっていうことを強く感じました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。
みんなつながっとるからね、今日のこのセッションを通じて、サワちゃん以外にこの場にいる全員、もしくは本当はこの場にいない全ての全人類の意識が動いてるわけですよ。だから動いた後、その波をどっち側に、どっち側というか、どういう方向に使っていくのかっていうのはまた個人のそれぞれで、みんなの人生もどんな方にでも行ってもいいんだから、北に行こうが南に行こうが、ただ進みたい方向に進んでいく、こう進んだ方がいいとか、こう進むべきとか、こう進まなければこうなるからこう進むとかじゃなくて、本当に自分の内たるものからこうしたいっていう、そのそれだけ、私はマンション2階から飛び出したい以上みたいな、私は今日の夜ご飯をこれを食べたい以上っていう、それをちゃんと選択していく力で、本当の自分のソースからの選択は 100% 周りも幸せになるから、私が本当にしたいって思ったら絶対周りも幸せになる。ただそれがちょっと混ざってると、私が選ぶって言っても周りはダメだとかになってコンフリクトする時もあるから、その時はもっと純度を上げていく、まだジャッジメントが入ってるかもしれない、まだ思い込みがあるかもしれない、まだ解釈があるかもしれない、でそれを真面目に解決するというよりも、楽しみながら一個ずつ一個ずつこう自分の中で楽しんで一つ一つ慈しんでいくと、全ての不安や恐れが全部愛でしかなかったってことに気づくから、その純度をみんなと上げていけたらいいし、自分だけじゃなくて周りの人の純度も一緒にこう上げて高めていけるような、みんなで一緒にありたいなと私は思います。はい、ありがとうございます。近くさんありがとうございます。はい、他には、はい、はい、あ、またどこか、正午です。今日大阪から来てくれました、ありがとうございます。すごい見てて、なんわかりす、あの、その出せないしっていうところで、わかりすぎてすごい死にたくなりまくったんですけど、そうそう、なんて言ってわからないですけど、本当にただやっぱり出したいって奥にいる自分も、僕もすごい垣間見えてきて、でやっぱりなんかどうせバレてるんやろなっていうのを、なんか僕が今喋ってる中でもすごい、みんなを見ててわかんねやろなっていうのもすごい分かって、なんて言ったら、とりあえずなんか吐き気がやばくなってますね。ただなんかそれを見せてくれてありがとうございます。なんかすごいあります。すみません、以上です。はい。何吐きたいの？何を吐きたいかっていうか、なんていうか、吐き気じゃなくて吐いちゃったんじゃないの？あ、なるほど。なんかすごい、僕もその先ほどタツンさんの感じでもあったんですけど、なんか結構親父が主乱で家ボッコボコに壊したりとかしまくってて、でも一応経営者ですごい、でも逆の方ではすごい待っている人だったので、ただ泣いてる親とか母親とかを見てたりとかして、なんか止めてたところがすごくあったりして、でも本当は友達の前とか自分が気づいた時に同じ毒舌とか、同じその毒舌っていうか、あれパーンって言ってまうとかをすごいやったり、まあ、さっきここのシェアで見たんですけど、5歳の時にその酔っ払っておったり、なんで酒そんな飲んで人迷惑かけんのって、めっちゃ説教して蹴り飛ばされた経験とかあるんですけど、お父さんに言ったかったことで、そうですね、うん、とかもあったんで、なんかそことかをなんか、あ、でもやっぱ使っていいんやなっていう安心にすごくなったのとですね、もう、あ、なんかあとは安堵がすごい今それで今家で多くなりました。よかったね、すごい良かった。力の使い方ね、暴力性を見て育った子っていうのは、力に対する恐れがもう半端ないの、だってね、最愛のお母さんも神じゃん、息子からしたら、神が傷つけられるわけ、それ で、 でそのいたたまれなさと絶望と自分の無力感の全部に触れるんだよね、だからもう奈落もそこなんだよ、そこのその場所っていうのは子供にとって、最愛の人が最愛の人に傷つけられるっていうのは子供が最も見たくない構造じゃない、だからまず自分がどれぐらいそれによって絶望して無力で悲しかったのかっていう自分を認めた方がいい、まずね、でお父さんはそのやり方でしか力を使えなかった理由があるの、そこに、家で、でそれを共感できるかっていうポイントがもう一個大きい、それは許せじゃないんだよ、それが良かったじゃなくて、お父さんが外側でどれだけのものを抱えてその力をそういうふうに表出せざるを得なかったのかっていうことに対する理解っていうのがすごい大事なんだけど、普通はね、触れないの、親子はこういうことに関して、でも
もさ、これだけ時間があったらお父さんに聞いてないんだよ、うん、その頃どんな体験があって、うん、家でそうだったのかっていう、うん、それが初めて人間として来てた時に、うん、過去は終わって、うん、その恐れがさ、やっぱ癒されていくから、うんうん、そのプロセス回せるといいねっていうのは、やれって言ってんじゃないよ、そういうプロセスやれるといいなっていうのを聞いてたのかな。怖いとやりたいよ、ちょっと今。そうだよね、わかるわかる、うん、怖いよね。で、大体みんなこれやったらどうですかって、やりたくないですって、1戦目はやるからやりたくないよねっていう、うん、でもやる価値はすごいあるよっていうのはまあ言えるんだけど、うんうんうん、はい、大瀬さんどうぞ、うん、さっきから力の行使というのばっかりが入ってくるんですけど、ともいう、まあまあまあ、あの、というのは、まあ、まあ僕もこう、抑え込まれてきたので、あの、今言われたのが多分やるんだろうなと思うんだけど、とはいえ、なんかこう、うまく、あのパンクロックしなきゃいかんなと思ってて、すごくなんかこう、なんだろうな、そのダサいんですよね、あのなんかね、なんていうのかな、うんと、攻撃を攻撃でやるのがすごいダサく感じてて、僕の中で。で、だけど、あのむちゃくちゃ破壊衝動というか、あの愛のあるパンクロックやりたいんですよ、むちゃくちゃなんだけど、それがこう、なんだろうな、ほんわかしているこの世界を、もうそれをね、だからね、なんかね、こう僕もよくわかるのは、だから、なんだろう、何を言いたいか、うん、やっぱりね、あの、破壊する怖さがある、多分。で、それを今、あの、そうだな、あ、美しい形でやりたいと思っちゃった。美しくなきゃいけないんだ。そうなんだね、うんうん、美しいってのは、ね、誰も傷つけない形でって感じ。そうなのかな、そうなのかな、違う、うん、いや、ね、万人に分かるような、なんかこうじゃあ万人に分かるようなダッサいものは嫌なの、うん、ほう、特別感がいらない。あの、とんがった感じでピカーンっていうのがいいみたいな。とんがってピカーンって言うのは特別なんじゃないの。ああ、特別なんですかね。ちょっと違うみたいなやつがいいんでしょ。なんですかね、うん、面白いね。一般ピープルとはちょっと違う感じで言ってんだよね。なんか一般人ですけど。私はみんな意味のない会話をするから何でもない会話だよ今の。ねえ、何ですかね、うん、そう、あ、やっぱ僕そうなんですね、あの特別な人になりたいんですよ多分、うん、そうだよね、うん、特別な人として特別なやり方で万人を納得させたいんだね、うん、うん、で、それを敬ってもらいたいの、うんうんうん、なんとそれ敬ってもらってないから、うんうん、じゃあ主語を全部自分に変えて。僕は僕を敬ってなかったから自分を敬いたいと思っていて、周りの人たちも敬いたいから破壊をしたい。素晴らしい。そうだよね、うん、いいよね。だからその真逆でコーヒー入れてるんだよね、うん、あのバイゼンさんってコーヒー入れる人なんですよ。うん、だから自分の攻撃性の真逆にあるあの穏やかなコポコポチャチャチャチチチチチチってやってる。っていうやつが真逆にあるんだよね。だからすごいコーヒーが好きなんだと。これが即席コーヒーじゃ絶対嫌なんだよ、うん、だからその自分の攻撃性を中和するためにコーヒーという入れ方をしてるんだけど、うん、今でもそれでも足りないぐらいの自分のエネルギーが出だしてるから、うん、だからこのエネルギーをどう扱うのかっていう話になってくると思うんだよね、うん、
だから一番何にしてもまず大前提はあるってことをみんな認めるの、うん、私に攻撃性はありませんとか、うん、私は特別になりたいと思ってませんとか、うん、別に有名にならなくていいですとか、うん、そういうのじゃなくて、うん、何々なくていいっていうやつはあるからなくていいと思うんだから、うん、あるってことをまず受け入れて、うん、そのエネルギーがとまずつながること、ただそれを放出することとつながることって違うから、まずつながり続ける、その時間を長くする、保つ、だんだんそこと中和して一致してきた時にスッて抜けるポイントっていうのが出てくるから、そこにピッていったら、でも抽象的な話だけどね、まずそこから始めたらいいかなって思うかなという思うのと、あともう一個深いレイヤーの話をするのであれば、僕は攻撃性がありますっていう、その攻撃性の奥には何があるのかっていうと、絶対穏やかな散歩さんが、あのバイセンさんがいて、うん、でその穏やかな自分のソースを使うっていうのも私はありだと思ってるのね。要はその攻撃的な自分をやりきらないとこっちが出ないかっていうと、そうでもない気もしてて、うん、この攻撃性でこうパンクロックしたいバイセンさんの奥にも、実は本当に 100% 穏やかにコーヒーを入れている自分のエネルギーもあると思ってて、どう使い分けるかだと思うの、どっちかじゃなくて、ちゃんと両方あるっていうことで両方使ったらいい気がする。なんか火の魔法も水の魔法も使えますみたいな、そうすると紙になりますみたいな、その両方、なんか今パンクに寄りたいんだろうなみたいな、自分のエネルギーが、うんうん、いや、うん、そうね、うん、大自然のパンクぜひだから皆さんの自分を敬いますって宣言した人を見て、敬おうと思った人はぜひ広島にですね、焙煎さんの焙煎されたコーヒーを飲みに行ってちょっと敬っていくと、あら不思議、なぜか焙煎さんを敬うと自分が敬われるって、うま敬われるという体験につながるので、ぜひ広島友の浦に焙煎さんの美味しいコーヒー飲みに行ってみてください。何かありますか、うん、あえてそのパンク精神を、見ずに、ナチュラルなところをつながろうと努力をしてきた、うん、まあまあそこを感じ続けてきてきただけど、うん、といやむちゃくちゃその愛が深いので、その、うん、あの冗談じゃないよって、その、うん、あのいいね、あのものすごいいいですね、あの自然が大好きです、はい、地球を愛しています、はい、地球を愛しています、同じく愛しています、うん、ありがとうございます。別にいや、なんか直哉があるかなと、ありますか、なんか。あります、あります、あります。4回言ってた。そうそうそう。いや、あの、単純にあの、ね、あ、直哉です。あ、はい、直哉です。直哉です。前やってる時に、何度も叫びたかったんですよ。むちゃくちゃ、むちゃくちゃ叫びたくて。いよいよ、叫んでくれればいいのに。で、それを止めてた。なんで叫びたかったんですか。叫びたかった理由。あ、な、何を叫びたかったんですか。言葉じゃないんだよね。言葉じゃないんだよね。そうそう、アクターあるよ。もう言葉じゃないんですよ。なんだろうな。もうちょっとクッ、クッと入るとクッと出てくるんだろうなっていうところの、クを一緒にいたかったっていうのがあって、クなんですよ。みんな繋がり始めた。うん、和やかで平穏でみたいなものを持ってるんだよね、なぜか人は。でもさ、自然の姿見てみたらさ、荒れ狂うし暴力的だし破壊するし
っていう面もあるじゃない。で、ね、私たちの人間性の中にそれと同じエネルギーがやっぱあるんですよね。でこれをちゃんと受容することすごい大事なんだよね。でもみんなそれを隠してるから地球の誰かが表彰しなきゃいけないわけさ、うんうん、だから結局平和っていうのはどこから作り出されるかって私たちは内的構造だと思うんですよね、エネルギーのね。それを抑圧すると他の人たちはそれを顕在化されなきゃいけないっていう風にシステムに達観しちゃう、うん、もらっていいですか、いいよ。バルティさん怒り狂ったらいいの。今ね、地球上で人間が怒り狂ってなかったらおかしいんですよ、本当に、うん、狂気だからこの世界は、うん、でもその怒りをどう使うのかっていうところに知性がいるよね、うんうん、そのまま怒り狂ったらしょうがないからさ、うん、感情と知性をどうやって統合して人間が本当の行動を起こしていくのかっていうの勝負なの今、うん、これに勝負かけないで何やんの今この時代でっていうぐらいの時代なわけですよだからすごいいいんじゃないのって思ってるけど、だってコーヒー入れてもさ、できることできないことがあるじゃん、うん、ね、それできることもあればできないこともあるじゃん。できないこともやりたいことがあったらやったらいいと思うんだよねそれがその自分のパンクロックが何なのかっていう表現を、パワーって自己表現だから、つまり、うん、そう、うん、その自己表現を自分で探し求めて、うん、そのエネルギーを一番愛ある形で表現できる媒体を探すんだよ、それが仕事だから、うん、素晴らしい、うん、素晴らしい。今の話を受けると自分の中で今その表現が、うん、あの自分の本当の表現を出せないようなのにすごい怒りを感じる、うん、自分のことじゃない、出せないじゃなくて出さない、出してない、選択をしてるってだけだから、うん、そう、うん、で、それ、その姿とか、本当は幸せでもないのに幸せなふりして笑ってるような出てますねいいですね、腹立つというかいいですね、うん、あの、そこじゃねえだろう、いいですねそうねそれのそこじゃねえだろうっていうのをどう表現するかなんだよね。だってそこじゃねえだろうって言ったって反発されるだから、そこじゃねえだろうが言いたいんだけど、それをどういう表現で、ね、表現したら人が受け取れてそうじゃないに気づけるのかっていうところにクリエーションがいるわけですよ。だからそのあのダサいパンクはしたくないそうだね、うん、ダサさがそこなんだよね、ね、そうだよね、うん、そこが最もやっぱり創造性が発揮されるところで一番楽しいところだからさ、うん、自己表現、ね、だそう、やっぱあの楽しいのっていうののこう訓練をあのされてないというかもう封印してきちゃったので、う、うん、楽しむ、自分を楽しむ、うん、怒りを楽しむ、楽しい、うん、楽しむようになると一気に開いてくるからね、素晴らしい、楽しむって最高の認知だから、うん、自分に対する、うん、ジョイ、うん、まあ、それが満たせるんだねっていう認知になるから大事、うんうん、素晴らしい、すべては喜びでしかないからね、本当に全部喜びの道具にすればいいね、うんうん、いいんじゃないですか。じゃあってことは今日この場にいる人たちは大体みんなくすぶってて、なんか隠して抑圧して本当はあるエネルギーを使ってないんだね人類、そうですよ ね、ここで今日30人ぐらいが、30人ぐらいが使ったら多分3000人分ぐらいはボンって上がるからやってみたらどうですかそう、30人が本気でボン使ったら3000人か3万人ぐらいまで届くんじゃないですかね。なんか今自分が抑圧してるなと思っている、それ人それぞれ違うと思うんですけども、それ出す時期じゃないですかって。ただし子供じゃないからわーって出すんじゃなくて、いかに精度高く抽出されるものが本当に濃い、美味しいコーヒーみたいにね、コーヒーもドバドバドバって入れたらさ、ジャーとは出るけど美味しくないじゃん。それをこう本当にこう自分の一番創造性とつながったところでパッとこう出していく。もちろん最初はいっぱい失敗も練習もいると思うんだけど、そのパイプみたいなものみんなの中にもすでにある気がします。
っていうところでもうぼちぼちなんですけど、なんかみーちゃんの方でこうみんなに最後伝えたいこととかまとめに入っていくことありますか？あんまりまとめたいことはないもんまとめたいことはないけど、なんか喋ってない人で喋りたい人いますか？うん、それもいいね